な、確か山に登るほとんど奥の院の近所なんですけど、はい、ここね竹は綺麗な、非常に綺麗なんです、はいはい、でそこにはですねやはりあの、かぐや姫の伝説があるんですわ。あでかぐや姫の伝説自体はね、うん、ここにありますよ。それから香料ね、香料あっちもありますね。そうでもう一つはこことも一つは来ましたあの富士山もあるんですよ、ね、長岡にもありますわあれね、うん、長岡もあるんだけど、はい、あそこはちょっと妄想地区の感じやから、ね、ちょっと、はい、あそこにかぐや姫のなんかそういう館みたいなのがあるんです、はいはい、そうなんですよ、はいはい、でまあ、あの太い竹は妄想地区ですわね。 あれじゃないのよ家畜がね、竹取物語のちょっと細い目の竹がかぐや姫の竹なんです。ああそうですか。 6寸か8寸ぐらい、8寸ぐらいのかぐや姫が黄色い金明竹みたいなやつがあるんですよ、うんうん、黄色い竹が、まあ、あのやっぱり多分それじゃないかなと思ってね、はい、あのそうですね、はい、あれやったらあの竹は、まあはい、竹はあの、うん、いやあの川のね、はい、土手に土手っていうかありません、ね、三浦もそれからあの鴨川もありますけど、はいはいはい、あの辺は家畜が多いですけどね。あなるほど。竹の子というのはやっぱりね、あの長岡、長岡妄想地区、これ京田辺もすごいですよ、竹の子山城の竹の子ね。あそれも入れて、はい、やらないあのいやそれなしに私は今回書くのは、はい、もうここだけですね。あ、ここだけで、ここだけで、ここだけで、なるほど、まあ、先ほどね、あ、なるほど、神奈山とかね、神奈山中心に書く、書いていただけると、でこれは以前の神奈山の、これはもう登山、はい、山のハイキングコースの、あいいですね、解説になって、これはいいですね、はい、でそれはもう全く神奈山入っておりません、うん、はい、ここ今回が関係してるしね。はい、もうちょっとしたこの辺だけを書きましてね、うん、最初になるほど山の案内をしまして、その後はもうすべてここのことを書かせていただきまして、はいはいはい、はい、とりあえず八木先生から依頼されまして、ここはとりあえずあのそれはもう訪ねてこいと、はいはいはい、あとはありますまあこういう格好でね、あの全コースも私はこれ書いてるんです。うん、はい、なるほど、これ面白いね、はい、うん、またあの機会がありましたらですね、いっぺん京都の覗いだってみてください。そうですね、はい、ええー、これを持ってね、これをね、うん、もう全部印刷してね、はい、ホームページで印刷できますんでね、もうこれを持って歩いてる人が多いです。ホームページ出されてるんですね、はい、あの京都の山岳連盟のホームページなんですよ。桓武天皇陵もあるわね、はい、不思議のところにね、はい、で桓武天皇陵も今の桓武天皇陵ではなくて、もう一つ前の桓武天皇陵の陵もありましてね、うん、はい、え、伏見に、伏見のあの辺に、はあ、はい、まあそうなの、今は明神の近所にあるんですわ、明神の高速道の近所に、桓武天皇の旧 の古墳がありましてね、ほう、ん、あの園遊会とかやるあれちゃいます、その船を浮かべて、ああそうじゃないです、もう桓武天皇城南宮ではないんですね、はい、桓武天皇時代まだそこまで行きます、あれはもう平安時代の話ですね、まあ、平安時代ですね、はい、うん、あんまり山間部のやつを取り上げてるっていうの少ないですね。そうですよ、これはもうハイキングコースをね、主に書いてますんで、あ、はい、これ面白いわ、はい、あの京都の山岳連盟のホームページを、まあ、閲覧していただければ、うん、あの京都市トレイルがありますんで、あの伏見稲荷の山の上からね、京都市内を眺めたりね、はい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 、清水寺のあたりからね、はいはい、京都市内を眺めながらずっとこうね歩くというのは綺麗な風景ですからね。今は道なんかそれできてないね、いやもう全部できてます、できてるの、はい、もうあの80キロの道を、ね、ハイキングを全部で建て札建てはったん、はい、標識300本建てましてね、ああそれはすごいわ、はい、それのね、例えば絵、ですね、はいはい、図は全部私は描かないんです、300本、あそれはもう大したもんやわ、はい、へー、もうそのシリーズが終わったら南部シリーズもね、ぜひ、もうね、私も年ですのでね、なかなかそこまで行きまいで、もう若いもんにこれ全部引き受けてやれって言って、いやいや、誰も逃げとるですよ。この辺りやったら神奈美山一休寺ね、そこは八幡からスタートしてるんですね、八幡の、ね、一応計画としましては、ポンポン山地のところにあります、ね、ポンポン山ね、はい、あそこはね、大阪府のハイキングコースとの接点になってるんですよ、はいはいはい、あそこまでなんとかやりたいと思っておるんですけどね、ちょっと京都市に今お金がないんで、ポンポン山まで歩こうもたら、あの被災地の方になりますね、いや被災地ではないです、うん、ポンポン山の方が大山崎、大山崎の上なんですよ、あなるほど、ちょっと間空くわね、伏見のあたりからやったら、だから伏見からはずっとね、あの鞍馬の方回るんです、比叡山ありまして、で鞍馬を回って、それからあの高尾出まして、あ私は回って西山の方をぐっと回るわけ、
あの東山から北山、西山、まあ、そこまで行って、それで80キロなんですよ。80キロぐらいありますからね。それ全部整備しました。一応部分部分ではコースでね、なんかあるけど、こうつながってるというのは地図はないね。まだありますよ。あるんですか。前から全部今やっと作ってます。ああ、あの日伏の神のね、あのあれなんやな、高尾の奥の方のね、はいはいはい、あれ我々もう今まで、はいはい、村の人がね毎月月参りしてましたけど、あたこさん、あたこさん亡くなりましたわ。あたこさんもコロナの関係とかでね、あたこ参り、月参り、ああまああのね、私なんて私は絶対渦政高級寺の近所に大師さんっていうね、はいはい、あの近所に生まれたんですよ。ああ、うん、だからもうあたこさんもしょっちゅう上がってました。上がったですね。今はもうちょっと話しんどくなりましたけどね。あそこがね、あのあたこさんを回りながらずっと西山を回って、そして山崎から、そこから岩清水八幡宮、そのコースもいいコースですね。そうですね。まあ、せいぜい早いことでね、そっちまで行きたいと思ってるんですけど、なかなかね、まだ整備されてないわね。整備されてない、そこまで行ってないです。今のところは苔寺前です。苔寺まで、苔寺ね、だいたいだから伏見桃山からね、はい、桃山城のところを通りまして、はい、明治天皇陵を通って、はい、それからあの稲荷山に行きまして、はい、稲荷山からずっとこの東山に行きまして、将軍塚ですね、それから比叡山まで上がりましてね、比叡山から大原で、大原から鞍馬で、それは1日で無理でしょ。それは無理です。だから冷えたぐらいで止まらない、ね、5日ぐらい、5日ぐらいかかっていく、はい、だからあのこれ全国的に有名なんでね、もうほとんど外国の方も多いです最近は。それはどこでキャンプもそうですしね、うん、それからやっぱり山を降りて止まってまたそこまでから始める。ああ、そうそういうのさってやりますね。ああ、なるほど。ああ、そうかそうか。比叡山まで登って降りるのは大変やから。いや、比叡山もね、ケーブルがありますんでね。あ、ケーブル、はい、冬はね、ダメなんですけどね。あの痩せぐらいに、いつも痩せにあたりに宿ってあんまりないのちゃうんですか。ないことはないです。あるんですか。今はなくなってきてるのかなと。だいぶ少なくなりましたな、昔と違いまして。昔はあの高尾なんかでも非常にたくさん、はい、あの旅館あったんですけど、今ほとんど潰れしまってね、もう1軒ぐらいしかないですね、高尾でも。そうですね。もう京都市内のいろんなホテルとかそういうのばっかりやからね、今も ね、 あ、ね、それも今京都市内もあんまり来なくなったんですね。いやいや、もう今また人が増えてるんです。また増えてきました、はい、稲荷さんなんかね、はい、先日来ましたけども、はい、もう超満員ですよ。え、超満員。稲荷さんのあの鳥があるでしょ、はい、ね、千本鳥、ええ、あれもずらーっと順番待ちで入るのに並ぶ案内ぐらいもしております。今富士見稲荷に入るのに、はい、もう今、はい、あの伏見の、JR の駅なんか、はい、稲荷駅ですね、はい、そこからすぐ伏見稲荷満員ですよ。すぐじゃないですか。え、駅からやったらすぐや、伏見稲荷は。そう、外国人が来てんの。もう外国人も多いです。もうへえ、はい、で お山に登るはんの。やっぱりそれはあります。それあのお山に登ったら京都市内が一望に見渡せて、ただね、昔はね中国人とか韓国人多かったですから、今はね、はい、ほとんどおらないです。あ、もう白人と日本人の若い子ばっかし。あ、そう、はい、若い子が増えてるんですよ。あれでも登り口のところにね、あ、館、いや、あの石で組んだあれがたくさんあるんですよ。あれ、東北の人なんかがね、大臣って言ってね、あるんです。お参りに来はるところね、万数えますね。水掘りしたところとかね、上にね、はい、何やら大臣って言ってね、言ってましてね。そうそう、あれ不思議なね存在で、まあ、なんていうのかね、私もあの向こうの上高神社の神主さんをよく知ってまして、はいはいはい、で話を来て、はい、またあの本ができたして、ね、もらいましたけどね、はい、で数万っていうのがそのぐらいしか向こうも完了できないらしいですわ、ね、はい、そのぐらいあのちっちゃいね石のね、うん、あれがたくさんあるらしいですわ、うん、あそこも竹取りのあれ頑張ったのに、ね、周りに竹林が結構ね、あれ妄想竹林で竹林なんですけどね、ちょっとイメージが違うんですけど、まあ、我々だったら普通は考えるのは妄想竹林の太い竹ね、太い竹があれを頭に写真ではね、あんな細い竹では絵にならないが、どうしても太い竹にみんな変わるんですよ、ね、うん、あ、そうですか、はい、で私もね、田舎がね、丹後なんですよ。丹後のどんなの。丹後、網野町なんですよ。田舎町ね、佐野町とかありましてね、久美山町なんですよ、はい、あそこにもいろいろ面白いのがありましてね、
私は知ってるのはこの山城町の椿大塚山古墳のね、はいはい、三角淵神獣鏡という、はいはいはい、あれが向こうの古墳で見つかってますでしょ、はいはい、だ鷹の姫かな、はいはい、竹の姫とこの竹取物語のあれとかね、はいはい、古代につながってるんですよ。あ、なるほど、ね、それが分かったんですよ。昔はまあ日本海が表で日本やったんです、ね、そうですね、はい、そうそうで向こうに網の町ね、長州山古墳っていうのがあるんです。大きなのがあるんですけど、ものすごくなんか、はい、もう丹後王国がありましてね、はいはい、向こう調べれば面白いんですけどね、なかなかいや私もビデオでね、YouTube でちょっとアップしたんですけどね。あ、そうですか。いろんな伝承が、まあ、あって、で、マガタマの網の町にね、マガタマを作ってる人がいらっしゃってね。おお、それ知りませんでした。昔から、はい、で、その人から電話がかかったりいたしましてね、うんうん、ちょっと交流をさせていただいてるんですけど。あ、そうですか。ずっと昔からマガタマ職人、網の町に、網の町に、それまた一遍調べなきゃいけないな。それとか、まあ、聖徳太子のね、のお母さんが一時ね、向こうに避難したとかいう、ね、うん、場所もありますね、丹後のね、うん、まあ、有名なのは、あの人ですな、あの明智光秀の娘のね、はい、あの人が向こうに、一時ね、うん、なんか幽閉されたというんですかね、幽閉、ね、がもうしたために、うん、いや、もう それ昔からそんなんずっと調べてはんの。いや、まあ、私も昔から歴史が好きでね、結局 山とかの登ってる、いろんな歩いていくときにいろんな歴史も調べながらずっとされてて、そういうことです。ああ、やっぱりね、山行くとね、報告船なんでしょ。報告を、報告というのは、報告、登山の報告、行きましたよ、ああ行きましたよ、そういう時に単なるもう歩いてどこ行ったら何やったら何分かかっただけで面白くない。あ、それでいらの歴史調べて、だからいろんなものをこう、あ、楽しいね、これもね、それは楽しい、そういう書き方なんです。あ、それは面白いわ、これは。ああ、それは面白いわ。そういう格好で書いてますんでね、うんうん、でこの太字はもうほんまのルートを返して、ここは細かいところがその解説になってます。そんなんでね、これも全国、まあ、京都シートレールで8キロ全部それで解説してますんで、はい、その一環として八木先生が、まあ、今回こういうシーンを、うん、こういうシーンを、これはいいですよ、これはいいわ、この神奈美山ね、はい、神奈美山ってことでこうして書こうと思いまして、うん、万葉集の1と1の1と1の2がね、ここで歌ったと思う、はい、あ、空海もここへ来てるからね。あ、そうですか。あ、空海もこの三角、生駒さん系列ずっと歩いてましたからね、ここね、うん、で、神奈美山は神奈美寺というのもありますわね、はいはい、下のね、一休さんのところに、はい、神奈美寺は山の上からちょっと向こうまで降りたところ、ちょっと降りたところに ね、それがあるのが有名なんですね。ビミズの、あるいは今昔物語でありますよ。今昔物語、さすがすごい、今昔物語はこの井岡山と関係あるんですよね。ああ、そうですか、井岡山駅は行きましたけどね、あそこは、あと、ここ木津川をぐーっと大回りするんですね、木津川、昔のあれが、あれからずっと城南、向こうで回るんですね、八幡へ行く途中でね、あれが今新しいのになって、うん、バイバイしてるんですよね。このね、木津川にね、実はね、蓮華寺というのがあったんですよ。蓮華寺、そこに聖徳太子が来てたんですよ。そうですか。で、山城の上の王子っておるでしょ、はいはい、で山城の上の王子はね、山の瀬と書くでしょ、はい、本当はね、聖徳太子の書いた山の時代の台なんです。ここなんです、山城。大江の王子、ここにいた、山城の大江の王子が。だからこの寺宝寺のね、宝物に、僕は井岡山にあった蓮華寺の墓寺の宝物に聖徳太子の小さい頃の像があるんですよ。間違いない、ここ、うん。で、もっと古い慶太天皇とかね、さらにね、もっと古い時代の、鏡が見つかってるんですよ。その鏡が秦の始皇帝の頃の、ここには展示してあるんですけど、見張ります、ちょっとその鏡が発掘されてるんですよ、明治の頃に。これこの井岡山がすごいんですよ。神奈美山もすごいけど、井岡山と神奈美山と関連してね、すごいことが分かる。神奈美山の三山っていうのはどこどこどこで言うとないんですか。いや、今ちょっと後ろないんですけど、ここと神奈美山と天神山、はい、同志社大学のところに森光先生が弥生時代の卑弥呼の時代の古墳やと、それと山崎山、山崎山は壬申の乱で活躍したあれ誰やったかな、大友の皇子かな、天皇になってた人、大津宮にいた、その壬申の乱で戦いした時に
ここへ来たんですよ。 山崎のここの、うん、山崎山にこの駅のすぐ向こうに、あの滋賀県の瀬田川から下って、上出のところ の昔の古代の道通ってここへ来て、ここで自害したんですよ。だからここはね、昔からこの山城の大筒木の宮が慶太天皇、仁徳天皇、それから岩の姫でしょ、それに神宮皇后、それらの人たちがこの山城のここにいた。でここにペルシャから来た十中和尚がですね、やってきて、で日本で初めての五重の塔を作ったんです。今はないですが、あそこに図面があるんですけど、その図面が小図が五重の塔、日本で初めての五重の塔。そしてその後その十中和尚が奈良の東大寺の方へ行って、1月堂の水取り笠木で、2月堂の水取りが東大寺でやったという、ここがね古代のもう曙光なんですよ。すごいところ、誰もまだ出してない、私が言うてるだけでね、誰も信用しないんですけど、まあ、間違いないんです。で岩船神社にノアの箱舟の伝承があるんですよ。まだあるんですか。うん、そこに神武天皇、それからあの物の上の、二荷の御事、二荷杯の御事が降臨したという場所なんですよ。だからこの山城がね、まさに物の上よりはるかに古い時代のね、化け物がある。でもこれは隠されてるんです、古事記には。古事記日本書紀には。まあね、いろいろね、その辺は書き出したらキリがないんで、ね、キリないくらいあるんですよ、はい。ではこれを考え、ピリ出すのはこれですね。これね、とりあえずはこれピラミッド山ですから。ピラミッド、そのピラミッドは私わかりませんには。ピラミッド山は日本にね、数十はあるんですよ。ありますね。でこれ酒井勝時があのエジプト行った時に、その帰ってきてね、日本にピラミッド前があるということで、山口県のあの出雲の手前のところにですね、あります。私行きました。あれがあった、はい、あそこも大変ところでしょ。もう山の中でしょ。いや、もう一回行ってね、さらにまた向こうの方へ行って、また降りてまた上がらなあかんというね、相当山の奥でしたね。そうそうそう、もう倒れますよ、あそこ。岩竹山へだかな、足竹山。あれ出雲とね関係あるんですよ、はい。太陽がこう来た時にあの鏡が上がって、それ出雲の方に光が行くと、この神奈美山は太陽が当たった時に鏡石があって、平安京の朱雀王寺を作る起点としたんですよ、神奈美山は。あ、それでね、あの岩が反射する話一遍お聞きしたかったのは、はい、神奈美山の白岩、あ、白岩、はいはい、神奈美山、あれはね、あの北向きでしょ。北向きやのに、なんでその反射したのかっていうのは、それはようわからない。いやいや、太陽はこう東、あの南とか北にこう移動しますやん。はいはいはい。だから何も南から太陽が当たってるわけじゃないんですよ。で、こういうはこの辺りに来れば、うん、あ、冬場かどっちかわからないけど、ここに当たったやつがこう反射するんです。朱雀王寺に反射するんです。で見えるんですよ、ピカッと。ちょうどね、あそこ行きましたらね、もう北向きや、まあ北向きのね、はい、あれが反射してっていうのがちょっと分からなかった。いや、先ほどのあの、まあ、出雲大社の方に反射してたでしょ。あれもあの鏡岩があって、いつもあの神武岩かな、神武岩が鏡岩になってて、その当たったやつが同じような角度で反射すると、それが出雲大社の方に反射するんですって。それが春分の日、秋分の日を表すんじゃないかなと、うんうん。それから、まあ、あの春分の日とかですね、それからあの秋分の日を表すのはね、あちこちにありまして、ね、あります。岩倉があるでしょ、はい、あの太郎坊さんとかの一番いい、ね、そう、ね、滋賀県のね、はい、あれ各地にやっぱり、もう一つ私、まあ、いっぺん歩きたいまでね、はい、半分しかまだ歩いたことないんですけども、北136度線ですか、はい、なんかあの伊勢、うん、伊勢からね、伊勢のあの伊勢湾の真ん中にある島から、はい、上島からですね、はい、ずっとあの淡路島まで、はい、一直線に太陽の、うん、道にね、よくやられますな、ね、はい、その線をね、一直線にずっといろんなお宮さんとか神社とか並んでるんですよ、はい。それをずっといっぺん半分ほど歩いてるんですけどね、まだ全部、これもう無理やな、戻りそうですけどね。地図上ではね、この線引っ張ってね、はい、ただ昔にそういうのがずっとそういうの知ってたのかどうかというとね、うん、まあ、これね、現代の人がどんなにしてね、測量したんかなと、やっぱりね、あれ夜、松明でやったみたいですね。だからこれもね、白岩のところでね、はい、あの松明を焚いて、なるほど、そして京都のですね、あそこの一番奥の岩ですな、あの山の上と、それで線を引っ張ってやったんじゃないかなと、うん、こういうふうに私は思ったんですよ。ああ、鞍馬あたりかな。はい、で、そう、やっぱりそれしか無理ですわな、昼ではね今はあんまり望遠鏡なんかじゃなかったんで、で松明全点灯をつけていってだったんじゃないかなと私は思ったんですよ。
だから京都の平安京を作る時にですね、須田工事をまずここから制定したということでしたな。そうですね、ここを起点にして、ね、はい、で並びが丘かな、はい、その線上に、はい、見えるんですよね、ちょうどね、はい、うん、だからここがやっぱ一番重要なね、ポイントになる。その辺だけちらっと書いておきましてね、上にね、まあ、これには書いて、これに書いてある、はい、これにね、書いてある、なるほどね、重要ですね、これと同じぐらいに変わるんで、うん、あとはもうかぐや姫さんだけで、うん、もう全部締めていこうかと思いまして、うん、これでまあとりあえずいっぺんここにご挨拶に込んでることでどうしようね。いや、ぜひこの神奈美山シリーズ、もうこの神奈美シリーズはもう終わりですから、もう一回出るの。いや、これはね、京都新聞の方で以前に頼まれまして、うん、京都の山々だいぶ前かかったよね、これは。そうです、印象わからない、はい、だいたい相当昔です。今これですわ、2021年の11月、うん、1月ですか、まあ、2021年か、はい、2001年か、はい、あ、2001年、まあもう20年ぐらい前に、いやいや、そんなないでしょ、2021年21年です21年か、はい、まあ、去年、おととしぐらい、おととしよね、はい、ああ、そうなの、うん、それで、これはもうシリーズがありまして、うんうんうん、私このほかに京都の山はほかに3つか4つ書いたんですけども、うんうん、とりあえずここはもう関係はここだけなんで、ああ、なるほど。でこれは神奈美山なんですけど、これで、ね、神さんの神にしようか、これにしようかって言われたんですよ。いや、これが正解ですよ。言われたんですけどね。神でも、まあ、どっちでもいいんやけど、はい、甘いがもう古かったんかな、ちょっと忘れましたけど。もともとは神奈美山は水晶の出る山って昔は有名なんで、水晶に設されてましたな。今はもう雨張って取れなくなってるね。雨中からもう溶壁や、コンクリートで囲んでしょうな。そうそうそう、崩れないようにしたからみんな取りに行くからね。ただね、ちょっとね、神奈川山とね、お宅の、まあ、こことはちょっと遠い、離れてますが、だいぶ山見上げますよね、はいはいはい、まあ同じ新田波やけども、はい、うん、だから神奈川山と同志社大学 の、 あの天神山ね、はいはい、それとあの伊能家山はこう一直線なんですよ。 あ、そうですか。それにあのその山崎山、そこ山山崎山とかこう三角形になると、あ、いう形で、あ、いや、この山城三山、はい、大和三山ではなくて、うん、山城三山ができたと、うん、いうことで、どこか書いておられましたな、それ書いてましたよ、ね、うん、もし知るんやったらまだコピーしときますけど、これに確か書かれてたんちゅうだかな、うん、あのインターネットにも、ね、出てると思いますのでね、うん、でこれ今たまたまパッとこう出たんですけど、はい、ここに五重塔あるでしょ、ほうほう、これがあのあ、そうですか、そこの都築の宮の絵図なんですよ、うん、向こうにも展示してあるんですよ。これは五重塔、日本で最初の五重塔ですわ、うん、でここの十一面観音像あるでしょ、うん、これも日本最古の観音さんなんです、うん、ここが大変なことなんです。東大寺よりも古いんですよ、これ。ああ、そうですか、はい、それが分かってるんですよ、ええ、でこのお堂があってね、ここのでこんなんはないと地元の人は言ってるんだけど、つばい文書で全て嘘やと、だからとんでもない話、ね、ちゃんとこう絵図にあるわけ。それでね、あの石もあるんですよ。この市の新聞に掲載するまでに、はい、写真をね、はい、やっぱあるんですけど、これはね、あの京都新聞が直接記者が来てね、はい、写真を撮るということを言うてるんですよ、はいはいはい、で私の素人の写真じゃなくて、やっぱプロは撮ってやるらしいんで、うん、ああ、なるほど、はい、あ、そうそう、ひょっとしたらね、はい、あのお宅のとこに、あ、ああ、案内しますよ、写真をね、はい、なんかのこういう絵図がありましたら、ね、あ、こういうのあります、まあ、撮りに来るかもわかりませんので、ね、どうぞどうぞ、来ていただいたら、それまだ、あの、はいはい、八木先生、それで、ね、このようにね、はいはい、八木先生から依頼書はこんなんですわ、こういう形でね、うん、信仰と伝統の、あ、八木先生のもう、あれね、はいはい、もうお手の物やね、はい、1500から1600字で写真で京都新聞に頼む、ああ、なるほど、はい、あ、どんどん来ていただいたら、はい、そういう趣旨で私がとりあえず文章を書きました。分かりました、はい、ぜひこの井の岡山もね、すごいところですから、神奈川もそうだし、岩船神社もね、はい、あの岩船があるんですよ。ああ、ほんまにあるんですか。京都アメのチベットというところ、うん、そこに逃げ灰の御事、逃げの御事が降臨してきたということが書かれてますので、でそこにも岩船が、岩があるんですよ、うん、でそこはね、ノアの箱を見られます、うん、ノアの箱でしょ、ノアの箱で日本なんです。でここと説があるのは、あの邪馬台国と言うてる、あの、徳之島、徳之島は邪馬台国、間違いない、魏志倭人伝に載ってるそのものズバリ、ここでも解説してますけど、魏志倭人伝自体がね、はい、非常に私も疑問に思うとるんです、うん、
であの田中先生がおっしゃってるように、うんうん、日本の民族は弟子は東北だと、うん、いうことで向こうの鹿島神宮、香取神宮がね、あれからね、九州の方の大分の方に渡ってこられた、はい、ああ、言われてね、本出した、はい、それからまたこっちでやるとええじゃん、なん嘘やろ、なんか、うん、崩しました。いや、ところがね、なるほどなと思うところあるんですよ、実際は向こうの鹿島、あのやっぱり地名がちゃんと残ってますんでね、高間原ってとこありますね、その後から作った茨城県に、うん、これ5枚にね、鹿島香取本宮があるんですよ。ああ、そうですか。この間あの丸山古墳出たでしょ、伊賀、うん、丸山古墳近くに数キロのところにあるんですか。あるんです、それは知りません。大山と神宮もあるんですよ。あの三輪山のところちゃうんですよ。ここなんですよ、伊賀は長洲の彦がいた縄文人の長洲の彦ですから、そこに神武天皇がやってきてね、で神武天皇の先言ったようにあのお兄さんがね、あの夢に当たって退却したというんですけど、それはね、神武天皇ね、偉大な人に見せるために京田辺にいた藤原不比等、この人が古事記、日本書紀を改ざんしたんですよ。もうそこまで分かった、うん、間違いない。でここがまさに本命、いや、まさに出てきた、鏡も出てきた物の部の事実がここに。仙台九里本記のね、学者の先生方は全然勉強してないから、まあ、全部アホんだら、あいつらは全部分かった。仙台九里本記が大事な、それは疑問事だと言われ続けてきたんですよ。ちゃんとその場所が生駒にあったということがもう解明できた。今バンバン YouTube で売ってます、もう間違いないです、自信持って。まあその辺までね、書けるはいいんですけどね、うん、なかなかそこまでこの新聞ではね、無理なんですよ。まあ新聞、まあ、今回はもう考え意味に、本当は京都新聞が書いたらいいんですけどね、はいはい、他の新聞よかか、うん、それはもうアニマーの京都新聞はね、山の中でも公務に非常に大きな紙面取りまして、うん、やってくれるんですよ。そうですね、はい。これは何山でしたのかな。これはね、どこでしたかな。伏見だったかな。これは虎御前山と言いましてね。虎御前山。はい、あの小谷山と言いまして、小谷城。小谷城の滋賀県の向かいにあるんです。ああ、滋賀県のね。はい、これは滋賀県にも有名な。織田信長が本拠とした対立したところなんです。小谷山から、そうですね、距離にして 2,3 キロぐらいしか離れてないんですよ。これも先生が書いたんですか。いや、これはね、これは違う、これは誰が書いたのかな、うちの、うん、うちの支部長が書いたのかな。そういう過去の記事にね、副支部長はね、あの、うん、若い子ですけども、書いた文章、蛇組、蛇ね、刀身の姫、蛇で言えばこの竹取海の博物館に竜神が降臨したんです。おその絵があるんですよ、両部屋がね、うん、これ今 YouTube で今日発信しようかなと思ってね、これはもう一枚、もう一枚ありますな、今日金取りも置いてきましょうか。ああ、はい、これはね、これが八木先生が書かれたと思いますわ。うん、まず第一回目は滋賀かっこいいですね。八木先生、滋賀県が強いんですよ。はい、ああそれは大山、大山、あ大山、まあ、あの大山の鬼伝説、信仰と伝承なんですよ。八木、はい、先生の、だから八木先生の本、はい、あの本番や、はい、専門分野ですね。八木先生は、まあ、あたおさんも、ああ、なるほど、お得意の船だね。そしたら、あれやらないといけませんやんか、ないな、伊勢、伊勢神宮、元伊勢、はいはいはい、福知山か、はいはいはい、下宮と内宮の、はいはい、でこの神社行くとあるでしょ、はい、あれはまだちょっと違うんですよ、本当は福知山の方にある内宮と下宮が本来のあれなんですけどね。あれも取り上げ、京都新聞取り上げていただいた方がいいんじゃないかな、はい、飛鳥さんの説はちょっと崩れてきたんですよ。あそこは有名なんですけどね、この神社もね。まあこういう格好の人は記事が出ますので、これがね、私のこの今回これ書かせていただく神様はね、はい、4月なんですわ、はあはあ、4月の第2木曜、ね、第2木曜に出ることになってますんで、神奈山の記事はあれ、万葉集の1の1と1の2も載せてくださいな。あれもすごい話ですよ、毎週行くときにね、はい、帝がね、登ってね、はい、で、見たところね、はい、そこに、カマメが飛んでいた、はい、大きい池があってね、はい、カマメが飛んでいた場所は飛鳥にはないんですよ。カモメが飛んでいた、カマメ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 って何ですか。カモメだと思います、水鳥、カモメのことでしょうね。カモメのことです、水鳥、うん、昔はね、ずっとこの辺りまで湖やったんですよ、一部ね、うんうん、
あの奈良もあの三輪山のあたりも湖でね、はいはい、このあたりもある程度湖あって、はい、この神奈美山がね実はね7合目と8合目にね海の貝が見つかってるんですよ。ああまああれはそうでしょうね。でインド象やったかなの骨を見つかってるんですよ。へえ、象の骨が。象の骨、象の骨。陸地やった頃アリューシャン列島と日本列島の、うん、あの一帯が陸で続いてたんですよ、はい、だからインド象も来とったわけです、はい、恐竜とかが、はいうん、無大陸時代ですよ昔の、はい、その頃にこの辺が一部湖やったんです、はい、川のある木津川とかね、はい、あのその万葉集の「あの一と二の」「一の一」と「一の二」「一の一の一の一と一の二」が歌われた場所で、帝が、はい、あの下々の者たちが立派に生活してるかいうことで山に毎年登ってね、うん、あの展望したんですよ、うん、その時に煙が上がってるかというのを見に行ったと、はい、有名な話があるんです。仁徳天皇、そう仁徳天皇の頃もあるんですよ。それじゃなしもう一つ前で神武天皇の時もあった。その仁徳天皇もね、なにわの宮の NHK のとこから言うてるでしょ、はい、仁徳天皇はここにおったんですよ。この神奈美山からのことを呼んでるんですよ。間違ってここに岩の姫がいたんですよ。続きの宮に岩の姫が、うん、仁徳天皇の奥さん、うんうん、とら浮気をしたんでねということでここへ来たということになっとるんやけど、うん、ここに仁徳天皇いたんですよ。慶太天皇、仁徳天皇、慶太天皇も、慶太天皇もここにいたんですよ。慶太、うん、天皇、仁徳天皇、それから女帝の誰だったかな、皇宮天皇か、神宮皇后、神宮皇后もここにいたんですよ。神宮皇后、神宮皇后の古墳が、神宮皇后の奥須城というのが猪岡山にあるんですよ、はい、これがまた古い、前方猪岡山前方後円墳がありましてね、はい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 、そこから発掘したものが明治の頃に発掘したんですよ、はい、すごいもの出たんだけど東京の国立博物館に持って行ったんだけど、うんうん、それがもうないんですよ。紛失してしまってんねん。行方不明になったしな。行方不明になって、ここがもう猪岡山がすごいところなんで、神御霊の丘があるんで